ノットダウン、ノットダウンですね。で、ストレートに置いて、それでまっすぐピッ、ピッと、そうするとこう切れないです。で、ここを重ねるとねじりますので、ちょっとだけここを離してあげるのがコツです。いいですか？それで、これと同じように、例えば、1、2、3、こうですね、上から。それから、竹の葉っぱというのは、こういうところからちょっと、こういうようにちょっと出てますね。で、その時は筆を立てておいて、線を書いてから倒すんです。立ててからダウンですね。そうすると、こういうような葉っぱになるわけです。で、これをいろいろ組み合わせて、ここにつけていくわけですね。で、水墨画はですね、近くを濃く描くんです。近いところ。そして薄いところは遠くは薄く描くんですね。で、例えばここにもう一枝あったとしたら、先ほど使ったので、ブラッカー、ブラッカーメイクス薄い墨で、ニア、If you draw black, black is not far, just near, feel near. So, left bamboo is doesn't have a lot of black. どちらが近くに見えますか？今一つ薄い葉っぱを入れましたけど、こちらの方が近くに見えますでしょ？ Near far ですよね。ですから、水墨画は描くときに最初に近くから描いていくんです。最初にインクが濃いうちに近くを書いて、薄くなってきたら遠くを書いてあります。ですから葉っぱも同じことで、今下の方が近いですから、まず墨をつけて、こちらが近いですね、ニアですね。ですからこちらから書き始めます。で、2、3 枚ずつこう1、2、3ね、そして1、2、3で、次にこちらを描いたら、次にですね、今度こちらを描きます。いいですか？で、こちらで1、2、3、1、2で、あるいは1、2、こういう葉っぱとか入れてあげますね。で、だんだん薄くなってきました。インクがなくなってくるから、そしたらですね、こちらの方にも遠い葉っぱがあるわけですね。で、薄くなってきたら遠いっていうことですから、だんだん小さく描いてあげるんです、葉っぱを。いいですか？ですから、このまま墨はつけないで、お水だけ足してね、そして、この中にも薄い葉っぱで、水墨画の特徴なんですけど、濃く描いた上に薄い筆を置いても、インクを置いても濃いのはそのまま残りますから、気にしないでこう墨をのせていってあげるんです。ですから書く順番は、こちらをまず、こちらを書いたら次がこちらね、こちらですね、こちらの次こちら、そしてまたここに戻ってきて、で、こちらで1212って書くと、自然にこの中が遠近感ができるわけです。いいですか？で、すごくその合理的な絵なんですね。で、例えばですね、今夏なので、先ほどブドウを描いたんですけれども、まあ、こういうブドウもですね、筆をこうくるっと回すと丸ができるんですね。筆を立てたままくるって回すと、で、それでこれ描いていくんですね。で、ここは腕を倒して1、2、3って描くと、もうブドウになってしまうんですね。で、例えば、簡単なですね、カニさん、今夏ですからね、竹の今使い方と同じなんですけれども、まあ、エビとかカニとかね、金魚とかも本当に簡単なんですけど、例えば今竹のこのバンブーを描いた、これと同じ描き方でカニもクラブも描けるんですね。これ倒す方法でグラデーションを作るんですよ。カボチャもこれで描けちゃうんですね。それで、例えばエビなんかもそうなんですけど、見にくかったら立って見てください。構いませんけれども。あ、テクニック is same as bamboo.
墨つけました。先ほどの竹と同じです。グラデーションをつけましたですか。筆をこうして回して10回ぐらいトントンとします。そしたらですね、例えばですね、1、2、3、4、そしてグラデーションそのままに1、2、3、4、5、これでエビなんですね。そしてここにコインを1本入れてあげて、で筆をちょっと倒して1、2、3で手長エビになっちゃうんですね。基本的には同じです。で愛目を入れてあげて、そして足を今こういうですね、ここ筆を倒すのは竹と同じなんですよ。そしてここで1、2、3、1、2、3、1、2、3とこう書いてポン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 ですね。ちょっとですね、そしてこういうようにちっちゃな足を書いてあげたらですか。そしたらここに手長指ですからちょっと手を書くわけですね。で例えばここから1、2、3、4、5ですね。で近いところを先に濃く描きますから、薄くなったら遠くですね。1、2、3、もうこれで一つのエビになっちゃいますね。で台湾に行きましたら、私の好きなお料理屋さんの一番玄関にこのエビ一匹はですね、この壁ぐらいの大きさで描いてありました。すごく素敵なんですよ。ですから皆さんも夏ちょっと暑中見舞いとかね、そういう時にこれ書いてあげるといいですね。それで例えばですね、水墨画もいろいろありまして、墨だけじゃなくてインクを使う時もあるんです。でインクを使う時は、正しく言うと彩墨画と言います。彩は鮮やかという字書くんですね。あるいは墨彩画ですね、逆に。で、例えば書き方は同じですから、金魚も簡単に描けます。顔料顔料は顔彩。でまず筆を立てて、金魚ですから、ワン、ツー、このように二筆ですね。今ねワン、ツーです。でその時に少しここを筆を墨つけて、先ほど墨と絵の具をつけてお皿の上でこう倒してあげると、やはり同じようにグラデーションができますね。でこれを使って例えば1、2、3、もう金魚がこうね、尻尾ですね、筆を今度立てるわけですね。そしてここにヒレがポンポンですね、こういうヒレができました。これね、初中見舞いなんか本当に簡単なんですけどね。それでここにお口をこう描いてあげて、そしてレメキンっぽく目をちょっとこう描いてあげてですね、そしてなんとなく背びれがありますので、この辺にスッと髪が厚かったですね。もうこれだけで金魚の世界なんです。金魚ね。で例えば水墨画はこの水草を表すときに、こういう金魚の水草を描いてあげてもいいんですけれども、お水の表現をするときはいろんなテクニックがあります。